なかなかいいタイミングで駆けつけてくるものだ。おじき、てめえ。シグムント・オールランド、一体どういうつもりだ。クロスペルしてこんなことを。罪もない人々を踏みにじった。これも帝国政府の差し金だと言うんですか。言っただろう、契約についてはノーコメントと。それよりランドルフ、ベルゼルガーはどうした。せっかく直したのに、あんたの娘に壊されてな。だがあれがなくったって、あんたは俺がここで止める。赤き死神でも刀身の息子でもなく、特務支援課のメンバー、ランディ・オルランドとして。ランディ、ランディさん。ふん、抗うことに決めたか。ならばその言葉の重みに釣り合うだけの証を見せてみろ。オーガロス、シグムントを退けてな。なんて動機。本当に人間かい。貴様らが届けばここで引いてやってもいい。だがこちらもビジネスでな。制限時間は用意させてもらうぞ。何の。わからねえが全力でやるしかねえ。どこまで持つかな。この勝負絶対に負けられない。エニグマ駆動。おっしゃ。よし、みんな一気に行くぞ。はい、はい、さあ行きますよ。私の番ですね。さあ、行きますよ。よっしゃ。任せろ。これで終わりだ。くらえ。悪い。
行きます。私の番ね。エニグマ、駆動。くらえ！やっ！ありがとう。ザンス。ありがとう。俺の番だな。それ。行きます。エニグマ、駆動、任せて。甘いってろ。えい。行くぞ。みんな、一気に行くぞ。甘いってろ。さてと。エニグマ、駆動。おっしゃ。はっ。うゆ。甘いってろ。よし、セット。よし、行くぜ。赤き夜の神話によ、戦場をかけ強者どもを貫けんけ。やる気があるのか。カカシのように立ってるだけならまとめて叩けるぞ。くっ、怒らせちまったか。まあいい。貴様らの無為のつけ、アホーのように眺めておけ。なんてことを。おじき。バルド。あの子も。そんなものまで。
だね。金融都市クロスベルの象徴もああなっちゃ大きな松明だ。しかし赤い星座か。うちの強化両兵程度じゃ太刀打ちできなさそうだね。さすがにこういうのはあなたの流儀に反するのかな。そうですね。ですが本来戦とは非情なるもの。あの者たちはあの者たちの流儀で戦場に臨んでいるだけでしょう。なるほど。ああ博士、いきなりどうしたのさ。え、一期目が完成しそうだって。はいはい、わかったよ。手伝いに戻ればいいんだね。というわけで僕もしばらく失礼させてもらうよ。約束の日までの見届け、あなたにお任せしていいんだよね。ええ、構いません。この地をめぐる運命、しかと見届けさせてもらいましょう。一体外はどうなっているんだ。夫は、あの人は無事なのかしら。なあ、皆さん落ち着いて。今入った連絡によると、謎の武装集団が撤退を開始したそうです。安全が確認され次第、ちゃんと家に戻れますよ。そうなの。おお、エイドスよ。ご加護に感謝します。課長、もう大丈夫なの？ああ、ひとまずはな。ロイドたちのやつ、無事でいるといいんだが。うん、大丈夫。ロイドたちなら平気だよ。ああ、そうだな。なんだかんだ言って、やつらも成長しているからな。ひょっとしたら、かつてのセルゲイ班より…はい、こちら支援課。おう、ダドリーか。そっちの様子はどうだ。何？両兵どもの飛行艇だと？やっぱりどうやってもこれが一番マシみたい。もしもし。うん、大丈夫。ちゃんと決心できたから。